ルースじゃねえか。いけるかな、これな。さっき絶対あったんですよ。あったあった。いや、だって。やってたよ、ね。チェックしたからね。じゃあ違うのやるか。いやあのでまた会う日までやろうよ。これ休憩前に。はい。それでさ、もうあのこれだから師匠好きだからさ、これやってまた会う日までやって。師匠それキーが多分。あ違うね。そう。それ C 今度 C です。今度 C。六角星人バンドのケース。ケースに六角星人バンドのステッカー貼っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そのステッカーあそこに売ってるやつ。そう。これを貼ったこのあのアーモニカのケースを持って今日打球線香を乗ってたら、前に座った男の人がこの六角星人バンドのやつを見て、待って。やっぱ春風亭昇太だよ。六角精児バンドの人だと思われた。いや六角精児だと思われたんだと思うよ。そんなことないよ。いやそうやった。それがないよ。だってマスクしてたんでしょ。こんなマスクしてマスクでメガネやったんでしょ、うん、六角精児だ。せやないか。また会う日まで会える時まで別れのその訳は話したくない。なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ。伸ばすんでエンディングで何曲やったんですよこれ。そうかそうか。それでなんかほら。
じゃあ2回でいいかな、まだやんのみたいな仕掛けを入れたりして。じゃない、2回目から、これ2回なんですよ。2回、うん、じゃあ2回目から、1回目から、うん、いやいや、1回目から、1回目から、ワン、ツー、サン、はい。2人でドアを閉めて、2人で休憩したり酒飲んだりしてさ、でまたあの師匠もうちょっとやろうよ。あ、もう、うん、もうちょっとやろう、もうちょっと。